こんにちは、川野ゆうまです。先日北欧に行ってまいりました。北欧といえば、まあ、コーヒーシーン、コーヒーショップが有名なんですけども、ノルウェーのオスロと、あとデンマークのコペンハーゲン、この2都市に行ってきて、いろんなコーヒー屋さん回って、ここにある通り、たくさん豆を買ってきました。今日はその中でも特に紹介したい豆として、ノルウェーのオスロにあるシュプリームローストワークスという、まあある意味僕がコーヒーを好きになった時の青春の味とも言える、ギュンギュンの超攻めてる浅煎りのロースターがあって、ここ最高にうまいので、今日これ入れながら実際に北欧に行ってきたお話をしようかなと思っております。早速ドリップをしながら、後ほど全てのロースターを紹介しつつ見てきたお話をしようかなと思います。沸きたてのお湯を少し移して湯通しをして、ちょうど今引いたんですけども、ケニアの豆を今回は入れていくんですが、粉に引いてあるので香りを嗅いでいきます。いや、これなんだよな。いや、そうなんだよな。何がすごいかっていうのはちょっと順番に一個ずつ話していきたいんですけど、とにかくまあコーヒーを飲んでるっていうよりかは、本当ジュースを飲んでるような、ジュースとかハーブティーを飲んでるような、そんな感じで、めちゃくちゃ柑橘の綺麗な香りと華やかな、本当にハーブとも言えるぐらいのコーヒーの香りというか、そういった清涼感がすごい感じられる、ワクワクする香りがします。このコーヒーはシュプリームローストワークスのケニアのギテンベ AB というコーヒーで、収穫が2023年の1月って書いてあります。まあ1月収穫のアフリカのコーヒーが8月に行ったんですけど、僕は8月に普通に店頭に並んでるのは、まあちょっと日本から考えると少しだけ早い。日本で言うと8月9月に新しいエチオピア、ケニアが届くかなぐらいのスピード感なんで、まあやっぱりヨーロッパからアフリカはすぐ近くですし、メインの生産地であるアフリカに近いっていうのはやっぱいいことだなと、改めてヨーロッパのコーヒーシーン見て思いました。じゃあ熱湯を移して 14g の粉をセットして、いつも通り230のお湯でドリップしていきたいと思います。まず粉全体にお湯をかけて30秒待っていきます。まあノルウェー、オスロから話していきたいと思うんですが、ノルウェーのオスロだと、まあ、ここに並んであるコーヒーを紹介していくと、まず一つ目、フグレンがあります。フグレンは、日本にも東京にもありますが、もともとはノルウェーのオスロにあるコーヒーショップです。フグレンでケニアを買ってきました。ここもすごい美味しかったです。そしてノルウェーといえばオスロにあるティム・ウェンデルボ、コーヒー界の神と僕が呼んでいる存在なんですけども、ティムの、芸者も買ってきました。ティムは何かっていう、どういうロースターかっていうと、もともとバリスタの世界チャンピオンになっていて、そしてカッピングのチャンピオン、味利きのチャンピオンですね。そして、北欧で開催される焙煎のチャンピオンになっていたり、そしてまあ技術ももちろんあるんですけども、北欧のコーヒーシーンを作っていった、存在でもあるので、まあ、功績と実績ともに本当に神的存在かなと思います。もちろんコーヒーも美味しくて、ティムのコーヒーは前も動画で紹介したんですけど、ネットショップで日本からも買えますし、送料1000円台で、なんでそんな安いんだと思うんですけど、送料1000円台で、ノルウェーのオスロから日本まで送ってくれるんで、ぜひティムはね、買ってほしいし、飲んだことある方もいるんじゃないかなと思ったりします。そしてなかなか買えないで言うと、オスロのこのカッファというロースターの豆がすごい優しくて包容力があって、こう包み込んでくれるような、そんな味わいの、ロースターです。でもう一つ、ソルバーガンのハンセンっていう1879年から続くめちゃくちゃ歴史のあるスペシャルティコーヒーロースターの豆も、買ってきました。このソルバーガンのハンセンはロースター兼オフィスに10年前オスロに行った時にお邪魔させてもらって、当時僕も大学生だったんですけども、とってもそのロースター見学でワクワクした思い出があります。そして今入れてるシュプリームローストワークスです。ギュンギュンのコーヒーロースターで、デンマークのコペンハーゲンに移るとエイプリルの、コーヒーも買ってきたし、お店にも行ってきたし、ラカブラ、ロースターも行ったし、カフェも行ったし、めちゃくちゃコーヒー美味しかったです。ここも優しい甘さが良かったですね。そして、有名なコーヒーコレクティブという感じで豆を揃えてきました。他にもプロローグにも行ったり、豆いくつか買ってないけどとっても良かったコーヒーショップもあります。で、まずまあ最後にデンマークコペンハーゲンに僕が行ったのは10年前なんですよ。その時オスロも行ったんですけど、当時大学生で一緒に同じようにコーヒーにハマった、スペシャルティコーヒーにハマった同じ大学生のバイト先の仲間たちと一緒に、最初ねフグレンが東京にオープンした時ですね。その時に、フグレンのコーヒー飲んで、うわすげえと、当時はティムのコーヒーを、東京のフグレンに出してたんです。今は、東京で自家焙煎の豆だけに切り替わってるんですけど、当時は贅沢にもティムの豆が飲めたんですよね。でその時に確かケニアだったかな、エアロプレスで飲んで、最初はもうよくわかんない、
あのこういうアサリのシングルオリジン飲んだのが当時初めてだったんで、この酸味は何なんだろう、このフルーティーさというかな、もう何なんだろうってよく分かんなくて、でも飲んでるうちにめっちゃうまいんじゃないか、これすごいうまいぞ、面白いぞってなって、まあ、そこで僕は衝撃を受けてコーヒーに興味持って、一緒にお店に行った2人もそこでコーヒー面白いなってなって、その時から北欧に行きたいなって思ったんですよね。特にその感動を覚えたティム・ウェンデルボがあるノルウェーのオスロに行ってみたいなと思って、そこから、まあ自分は焙煎をするようになって、あれこれあって、まあ、銀行でお金を借りて1キロの焙煎機をリビングに置いて、それをつなげて、生豆を買ってお家で焙煎するようになって、残りの2人のうちの1人はフグリにそのまま入ったり、もう1人は一緒に、まあコーヒーの抽出の研究をするようになったりして、そんな仲良し3人組だったんですけど、大学生の夏休みにまとめて、2ヶ月間、ヨーロッパ中回ってコーヒー飲みに行こうということで、イタリアのローマから、パリ行ってロンドン行って、そこから北欧4カ国回っていく旅をして、その時に、初めて行ったし、デンマークのコペンハーゲンはそこにその時に行ったのが最後だったんですけど、まあ、当時と比べて印象が違うことがいくつかあって、一つが、まあ、コーヒーシーンの進み方が結構ゆっくりだなと思いました。なんか10年って言ったら結構長いじゃないですか。日本だったらもう新しいコーヒーショップが10年間の間にたくさん出てるし、どんな新しいお店があるのっていう風に聞いたら、まあ、いろんな名前が上がっていくと思うんですけど、特にノルウェーのオスロとかだと、コーヒーショップの、感じはあまり変わってないというか、まあ、新しく2つぐらいは3つぐらいはあるかなっていう感じですけど、やっぱり小さい街なんで狭い中で、コーヒーをゆっくりやってるんだなっていう風に印象を思いました。当時は、まあ、この街の大きさとか文化のこうスピード具合とかっていうのを あんまり僕は分かんない、まあ、学生なんでそういう目線で 見てなくて見れなくて、ただコーヒーショップに興奮しながらコーヒーうまい、この店すげえっていう感じで飲んでたんで、改めてなんかちょっと広い目で見てみると、結構こうオスロっていう街は小さくて、その小さい中でみんなコツコツコーヒーをやってるんだなっていう風に思いました。でティム・ウェンデルボーも行って、もちろんコーヒー美味しかったし、ロースターも中見学させてもらったし、まあ、ティムが共同創業者であるノルディックアプローチっていう生豆の商社がノルウェーにあるんですけど、そこから僕らも豆を買わせてもらっているんで、まあ、ご挨拶に行ったりっていうのを行ってきたんですけども、やっぱり本当に素材が素晴らしいなと思いました。ノルディックアプローチが特にそうなんですけども、各生産地から素晴らしいコーヒーを集めていて、そんないい素材を集めている商社が近くにあるっていうのはとてもロースターとしては強いことだなと思いました。日本からだったらはるばるねノルウェーから買うって送料もかかるし、ラインナップもまずヨーロッパでカッピング会があって、同時並行で日本に送ってくれるけど、日本でテイスティングする頃には結構オーダーが入ってきてたりするんで、やっぱり地元近くに、いい商社があるっていうのはロースターとしてすごい決定的な、クオリティを、考えると大事なことだなと改めて思いました。いろんな北欧のコーヒーショップがノルディックアプローチから豆を仕入れているかなと思います。そしたら、ドリップシュプリームのケニアができたので入れていきたいと思います。最高っすね。いや、これ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 なんですよね、僕らの青春は。いただきます。いやー、いいっすね。攻めてるな。ギュンギュンっすね。このケニアの中でも特にシュプリームローストワークスはギュンギュンな味わいです。まあ酸味がしっかりあるんですけど、甘さもちゃんとあって、でもこのなんだろうな、全体の透明感とか清涼感とか、ポジティブな意味でのハーブティーっぽい感じがすごい心地よくて、本当にコーヒー一般的に思われてる苦い強いパンチがあって重たいコーヒーの一番正反対な味わいがします。本当にぜひ皆さんに飲んでほしいです、シュプリームローストワークスは。まあ飲みに行く価値がとてもある、本当に航空券代払ってでもノルウェーの、ロースター巡りして、まあ、感じることは多いんじゃないかなと思います。そんな、まあ、ノルウェーのスペシャリティコーヒー、アサリコーヒーを代表するお店がシュプリームだなと僕は思います。もちろんティムもねずっと安定してうまいんですけど、で、まあ、全体的に思ったのが、まあ、何がいいかっていうと、まあ、やっぱ日本人からすると北欧のコーヒーってなんかすごいんじゃないか、すごいっていうイメージがあると思うんです。見てくださってる方の中にも、まあ、北欧のコーヒーってなんかすごいんでしょって思ってる方いると思うんですけど、何がいいかっていうと、僕は、まあ、今や日本からでもそういう風に彼らと同じような素材生飴を買えるようになっていたりとか、
まあ、他の日本の商社だったり個人のレベルで活動する、インポーター生豆を仕入れる方も、とてもいい素材を仕入れているので、まあ、素材のレベルで言っても日本は引けを取らない状態に今なってきているのかなと思いますし、焙煎とか抽出のレベルは日本の方が高いとも、言っていいんじゃないかなと思うぐらい、やっぱりまあ改めて日本のコーヒーシーンに、まあ、10年ぐらいいて、その中でクオリティをどう上げていくか、焙煎仕入れ、抽出ずっとやっていると、まあ、かなり日本人は世界の中でもストイックな部類なんだなと思ったりしました。各、まあ、デンマークとかでもオスロとかでも焙煎をやってたりクオリティをコントロールしてる人の中に日本人が結構入っていたり、日本の技術を持って、抽出技術が上がっている要素も少なからずあったと思うし、実際にめっちゃ美味しいんですけど、まあ、ティムとかの抽出もめちゃくちゃ美味しいんですけど、僕らも割と同じぐらいちゃんと美味しく出せてるなって逆に思いましたね。それは彼らが悪いとか、そういうわけでは全くなく、めっちゃ美味しいんですけど、美味しいけど当時本当に雲の上だと思ってたんですよ。美味しすぎて雲の上だと思ってたけど、そこから10年経って僕らも頑張って、日本の東京のコーヒーシーンも、すごい盛り上がって、いい素材いい技術が備わって、いざそんだけ研究した後に自分らのコーヒーと、まあ、彼らのコーヒー比べると、まあいい意味で大差がないというか、僕らも、日本で美味しいコーヒー同じレベルで楽しめているなとも実感しました。それは行ってすごい良かったことでもあるんですけど、まあ自分たちの技術間違ってないなと思える自信にもなったことなんですけど、一方で、まあ、僕にとってはノルウェーって結構青春、まあデンマークもそうですけど、シュプリームも代表するように、当時本当になんでこんなフルーツの味がするんだろうって思ってた浅煎りにハマりたての時代、当時思ってた、本当雲の上って思ってた、まあ味わいだったり存在が意外とまあ身近だなって今回思ってしまえて、まあ生意気にもっていう感じなんですけども、思ってしまえると、逆に少しだけあの頃目指していた雲の上の存在と思っていたイメージがなんかちょっとこうなくなってしまって、なくなってるわけじゃすごいんですけど、クオリティだけ取ってみたら意外と身近、僕らもやれるぞっていう自信がある一方、なんか少しこう目指していた部分が身近に感じられることが少し悲しいとも言えるのかなとも、思いました。なんか複雑な気持ちでしたね。でもまあ本当に美味しかったですし、良かったです。で、まあ、日本と比べて何が違うか、じゃあ技術は日本すごいよ、全然僕ら美味しいコーヒー飲めるよって思うんですけど、何が違うかっていうと、やっぱり美味しいコーヒーの文化の浸透具合は全然違うなと思いました。特にオスロなんかは、まあ、チェーン店が全然なく、チェーン店というのは僕らがイメージするようなスターバックスを代表するような、シアトル系チェーン店では全然少なくなくて、まあ現地のノルウェーブランドのチェーン店はあるんですけど、日本でいうとドトールさんみたいな、気軽なコーヒーショップはあるんですけど、そこ行ってもシングルオリジンコーヒーが並んでて、そこに行くと、ポットで、まあ機械抽出のポットに溜めたコーヒーの2種類が置いてあって、アサリと深入り、アサリのペールと深入りのブラジルがありますよとその時言われて、じゃあアサリのペールくださいって言って、確か1杯500円ちょっとぐらいだったんですけど、それをバーって出されて飲んで、めっちゃ美味しかったんですよ。その30店舗ぐらいオスロで、展開してるようなコーヒーショップで飲む、ポットで出てくるコーヒーがすごいうまくて、いやもうこれでいいじゃんって思いましたね。うん、あれがやっぱりもっと気軽なコーヒーがもしかしたらあるのかもしれないですし、まあそのコーヒー屋さんも美味しい方なのかもしれないんですけど、そんだけチェーン店で展開してるコーヒーのレベルが素晴らしく高い、シングルオリジンで個性がすごい綺麗に感じられるコーヒーが出てるっていうのが、それがオスロのコーヒーシーンを象徴してるなと思いました。そういう意味では、まあ、僕を行って、まあ、現地のトップレベルのコーヒーショップ、行くのもいいんですけども、まあ、気軽に買えるチェーン店でコーヒーを飲むことで、まあ、レベルの高さを感じるかなとも思います。ぜひ行く価値はあるかなと思いますね。で、まあ、コーヒーショップに来る、気軽にそういう近くにティム・エンデルボをはじめとする美味しいコーヒーショップ、スペシャリティコーヒーショップがあるんで、まあ、なんかありがたく、すごいっていう感じで、なんかこう突き抜けて特別扱いされてるわけじゃなく、本当に街にみんなの日常にこういうスペシャリティコーヒーショップが馴染んでいて、それも文化として浸透してる表れかなとも思います。でコペンハーゲンはもっと街としてまあ広くでかくてオープンで、いろんな文化がもっと入り乱れるような、入り混じるような感じの街で、飲食文化がとても盛んかなと思います。レストランの文化なんかもすごくて、まあ、世界代表するようなレストランたくさん、特に、まあ、世界一のレストランと言われるノーマみたいな、まあ、すごいお店がレストランがデンマークにはたくさんあって、
まあ気軽にそういう風に外食で美味しいものを食べたり、まあ、やっぱり北欧全体的にそうなのかもしれないんですけど、まあ冬に夜が長すぎて、冬の日照時間が4時間とか、だったりして全然明るくないんですよ。もうずっと暗い。逆に夏に行くとずっと明るくて10時ぐらいまで明るいんですけど、まあ、冬が本当に地獄で寒いし暗いしっていうところで、まあ、楽しみとして美味しいものを食べたり美味しいものを飲んだりっていうところがすごい大事になってきてるのかなと印象を思いました。その中でコペンハーゲンは飲食文化、レストラン文化もすごい盛んで、コーヒーショップもまあ割といろんな新しいコーヒーショップが生まれやすい、まあ、割とオスロよりかは新しいコーヒーショップ、特にエイプリルとかは新しいロースターだと思うんですけど、2016年のオープンしたロースターで、コーヒーショップ自体は2020年にオープンしたんで割と最近ですねっていう、まあ新しいロースターも生まれてるぐらい、こうなんだろうな、明るくて文化がよりこう発展的な街だなと思いました。コペンハーゲンも10年ぶりだったんですけども、まあロースターのビジネスの規模がすごい大きくて、特にコーヒーコレクティブなんかは焙煎量がまあすごい、まあ週何トンみたいな量を焼いているらしく、スタッフの人数も100人を超えてるらしく、すごいなと思いました。そんなにまあコーヒーショップが成長するまあ文化の発展具合なんだなと改めて思ったし、コペンハーゲンで働いてる日本人の方結構いっぱいいて、日本から向こうにワーホリとかで働いたりするのもすごいいい環境だなと思いましたね。特に僕は、まあ、豆はこの場にはないんですけど、プロローグっていうコーヒーショップが一番感動して、平日の朝に行ったら朝の2時間で200人以上のお客さん来てて、みんな気軽にコーヒーとパン買って、で夏なんでちょうど日差しが、いい感じに当たって気温がちょうどいいんですよ。まあオスロもそうなんですけど、雨さえ降んなければちょうど20から25度ぐらいの気温で一番気持ちいいシーズンになってるんです。夏が、冬はもっと寒いんですけど、夏が超気持ちよくて、朝からみんな活動する前、仕事の前、どっか出かける前はコーヒーショップ行ってコーヒー飲むっていう感じで、一日を始めていて、その中でもプロローグがとても気軽で、いろんな人が集まってコーヒーで美味しいコーヒーで一日を始めようっていうコーヒーの愛がすごい集っている、お店だなと思いましたね。いやめちゃくちゃその活気といい、お客さんの感じといい、とても良かったですし、コーヒーも最高に美味しかったですね。でどの店行っても基本的に本日のコーヒーっていうメニューがあって、それは何かっていうと、さっき言ったみたいなバッチブリューっていう、まとめて機械で、コーヒーメーカーで10杯分とかドカンと落としてポットに詰めておく、ポットでパッと注ぐだけのコーヒーです。でドリップコーヒー、まあフィルターでこしてるんで、紙のフィルターでこす分ドリップと近い味わいなんですけど、1杯ずつ入れないっていうところが違っていて、それ何がいいかっていうとスピードなんですよね。まあ人が1杯ずつ入れる分人件費がかかってしまうんですけど、時間もかからず、まあ人の人件費もかからず、気軽な値段、そしてスピーディーに、ポットからバンと注ぐだけでうまいコーヒーが飲めて、そのなんかね、気軽に美味しいフィルターコーヒーをバッと注ぐだけ、10秒もかからずバッと注ぐだけで、タッチ決済でも買って、もう日向ぼっこしながらコーヒー飲むっていう、この感じがとても、気軽でカジュアルで、いいなと僕は思いました。まあ、そんなことを考えると、日本でももっとこのバッチブリューっていう文化は浸透してもいいのかなと思いますし、メルボルンに行った話もしましたけど、メルボルンも同じようにバッチブリューが浸透してるから、まあブラックコーヒーが気軽に飲めて、そして価格も安く、文化としても浸透する大きな材料になってるんじゃないかなと僕は思いましたね。いや、この件には冷めてくるともうよりギュンギュンで、ジューシーで、うまいっすね。まあ、ここはルバーブ。ブラックカラント、クロスグリっていう意味ですね。そしてストロベリーって書いてあります。なんて魅力的なプロファイルなんでしょう。ウォッシュトなのにストロベリーとルバーブ、ピンク系のフルーツが感じられるっていうのが、本当にいい素材っていうのを表してると思います。柑橘だけじゃなくて、いろんなベリー系の果実感も感じられると。で結構、まあ、話を聞いてみると、北欧の方だとベリーをよく食べるんですよね。まあ例えばイケアとかがあるスウェーデン、イケアのミートボールとかを想像するとイメージつく人もいるかもしれないですけど、向こうの食事ミートボールとかを頼むと基本的にここになんか赤いベリー、リンゴンベリーとかベリーがこう添えられるんですよ。でそういったベリーを日常的に食べたり、まあ、山にベリーを積みに行ったりして、ワイルドベリーを日常的に食べる機会が多かったりして、ベリーのフルーツ感、ベリーのフレーバーがすごいこう馴染んでいて好きらしいんですよね。だからまあ、ウォシュトでもこういったベリー系のフレーバーが結構受けるよみたいなことは聞いてた
行ってましたし、ケニアとかでも柑橘だけじゃない赤っぽいベリー系のフレーバーがあるケニアが結構多いなと、感じて、僕はそういうコーヒーがすごい好きなので嬉しかったですね。うん、うまい、最高です。全部飲もう。というわけで、ざっくりですけども、北欧に行ってきたコーヒーの感想をお話ししてみました。もう一個ずつのお店すべて紹介するとキリがないんで、また、さらに他のコーヒー、いろんな豆を仕入れた時に1店舗ずつ紹介しようかなと思いました。今日は全体的な北欧に行ってきた感想です。あとはコーヒーじゃないですけど、レストランもめっちゃ良かったですね。さっきも、まあ、コペンハーゲンレストラン文化良かったって話をしましたけど、レストラン、とっても美味しかったですし、そんなにめっちゃ高いわけじゃない、まあ、物価の差はあるし円安ってのはあるんで、それはあるんですけど、まあ、気軽に美味しい食事が楽しめるし、レストランの数がもう膨大で、僕がもう美味しいものを食べるの好きなのでワクワクしましたね。下手したらもう本当にお金がなくなっちゃいます。そのぐらい魅力的なお店がたくさんあります。でビール屋さんも良くて、クラフトビール全部美味しかったんですけど、ミッケラーがあるのも、デンマークのコペンハーゲンで、前回ミッケラー行けなかったので今回ミッケラー行けたんですけども、ミッケラーも良かったですね。でミッケラーのビールは日本で飲むのとほぼ同じかちょっとだけ安いぐらいでしたね。ハーフパイントで日本円にして900円950円ぐらいだと思うんで、まあ、日本で飲むのとほぼ一緒かちょい安ぐらい、物価考えるとめちゃくちゃ安いなと思いました。でワインバーとか行っても、コーヒー屋さん行ってもそうなんですけど、ミッケラーでもそうなんですけど、なんか試飲の文化、テイスティングの文化が結構あるなと思って、迷ってたら、じゃあちょっと一回ちょっと飲むみたいな感じでビールバンバン注いでくれるんですよ。結構二口分ぐらいくれて、ワインでもワインショップ行ったら結構注いでくれたり、コーヒー屋ですら本日のコーヒーポットからじゃあちょっと飲んでみるって迷ってたらくれて、なんかその辺のテイスティングしてから気に入ったのを一杯ちゃんとオーダーして決めるっていう文化がどの飲み物でも浸透してて、それもなんか面白いいい文化だなと思いました。なかなか日本でコーヒー屋行って試飲バンバン配ったり、まあ、ビール屋さん行ってちょっと飲んでみるみたいなのって多くはないと思うんですけど、向こう行ったらなんか割とそのテイスティングが基本で、そこにも違いを感じましたね。まあ、一番やっぱ気候が良すぎる、夏の気候が良すぎるんで、ぜひ皆さん、まあ来年になったらもうちょっと航空券も安くなってたらいいかなと思いますし、北欧の夏は最高に、コーヒー飲むのにもレストラン行くのにも、もう日向でぼーっとするのにも、ビール飲むのにも何にとっても最高のシーズンだと思うので、ぜひ夏に、チャンスがある方はノルウェーのオスロとかデンマークのコペンハーゲンとか行ってみると、コーヒー含めて面白い、体験かなと思います。おすすめです。そんな感じで今回は北欧に行ってきた感想を、ざっくりコーヒーを入れながら、特に僕がおすすめなシュプリームローストワークスのケニアを入れながら、お話していました。紹介したロースターのリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方は見てみていただけるといいかなと思いますし、過去に紹介したコーヒーコレクティブと、あとはティム・エンデルボを紹介した動画のリンクも貼っておきますので、個別に気になる方は見てみていただけるといいかなと思います。他にも動画のリクエストとか感想がありましたら気軽にコメント欄までお待ちしております。そんな感じで北欧のコーヒーも美味しいですし、日本のコーヒーも引けを取らずめちゃくちゃ美味しいので、世界中のコーヒーを、日本の気軽なコーヒーショップ含めて一緒に楽しんでいけたらと思います。一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。